あんちゃん、にゃんにゃんおる。そのにゃんにゃんね、喘息持ってるからね。よしよししたって。大丈夫、あ、大丈夫よ。外交もお邪魔してます。違う急いでかけたら顔までいった。はい、ココロくん。なんと僕の親友がですね、8月に誕生日でございます。誕生日でございます、うん、というわけで、はい、どっちがいいですか。大砲でっかい砲なんだ。一応じゃあちっちゃい方をシオンに渡して、どっちもかなとくんのやけど二人で遊んでねってことで、はい、開けに行きましょう。何のやつ髪の毛あるの？しよう。はい、なんとかなとくん、おっきいのを選びました。あ、これやばい、ダメなやつじゃないこれ。で、あなたは多分中身を見たら急いで自分の部屋に走っていくと思う。じゃあ俺開けて。開けて。ありがとう。いいえ、もしかして開けて。違う、のぞかない、開けましょう。あれ、これはしばき、お誕生日おめでとうですね。開けない。あ、あ、ココロくん持ってる。見たことあるやつ。ココロくん持ってんねん。あ、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 あれ？あ、あ、これ持ってない、これ持ってない。でもこれの古いやつ持ってんねん、ココロくん。ほら走ってた、ほら走ってた、自分の部屋走ってた。はい、まあお前らスイッチの座りにするの。はい、いや、スイッチの釣りスピを誕生日プレゼントにするんかなって思ったから、あえてこっちにして。え、あきちりとプレゼント。え、そうなん、そうなん、これの新しいやつで通信できるはず。じゃじゃーん、じゃじゃーん。ほんとだ、ちょっと電池はリュウちゃんの見せ所ですね。え、電池、ココロくん、賢くしてください、はい、電池はあなた。あーちゃん、あーちゃん、あーちゃんが歩いている、かわいい。あ、始まった、始まった、来た来た来た。女の子釣って、女の子釣って。これリールがこの何ロット何リールが本格的っていうね、前の分より。はい、かなとくん何歳になりますか。7歳。7歳なんですね。今日はあのトークトーク茨城から来てくれてありがとうございます。はい、はい、7歳になるかなとくん、うん、どうぞ。これはですね、ココママとココパパからのプレゼントです。あ、ディズニーに行くチケットじゃん。はい、8月3日に一緒に行きませんか。行くしかもディズニーシーでございます。イエーイ、イエーイ。新しいアトラクションができた。ソアリン一緒に乗りませんか。うん、やったー、イエーイ。なんとファーストキッズ TV さんも一緒に行きます。イエーイ、イエーイ。じゃあママに見せに行こうか。はい、すいません、急遽ですが8月3日一緒に C に行きませんか。え、残って C。 え、いや、あなたじゃない。え、私じゃない。あなたじゃない。え、うん、C、 ディズニー C。 C、 どうしようかな。大丈夫。6日誕生日だということで、一応あの日付をずらして3日にね、はい、C に一緒に行きましょう。あらららららら、なんかあのわーはなかったけどってなった。私も誕生日だったんです。いくつになるんですか。16になります。37歳じゃん。なんて、なんて。